Solutioneering Together. Solutioneering Together. 明日の食と脳をデザインします。総合力でお客様に提案いたします。ヤンバー、新時代の農業施設とエネルギーシステムのコラボレーション、それがヤンマーの提案する新エネルギー型施設園芸栽培システムです。第一のあれはもう燃料節約ですね。燃料が高いものですから、寒ければ、ね、暖房運転しますし、暑ければ冷房運転しますし、気にしなくてもいいっていうのが一番大きなメリット。新エネルギーシステムで施設園芸が変わる。ヤンマーが提案する新エネルギー型の施設園芸栽培システム、それは食料産業の効率化をリードしてきたヤンマーが新時代の農業施設に省エネ低コスト型のさまざまなエネルギーシステムを複合させたものです。例えば温室栽培にガスエンジンによるガスヒートポンプエアコンを組み込むことで低コスト省力型の栽培システムに発展。温度湿度のコントロールはもちろん、散水をはじめとした高度な環境制御を複合的に一括管理します。また太陽光発電によって供給されたエネルギーを空調システムや線化包装システム、収縮化予冷施設などさまざまなシステムに利用できます。さらにエコロジーでエコノミーな循環型農業を目指し、食品残渣や家畜糞を利用した堆肥化プラントやバイオガス発電プラントなどの環境施設まで時代の先を行く農業施設づくりを推進しています。次の時代を見つめる施設園芸農家の皆様に、高品質で安定した野菜づくりを、また消費者の方々に安心で安全な生産物を安定供給するために、ヤンマーは農業機械からシステムまで施設園芸のすべてに最先端の技術で貢献します。ヤンマーが提案するガスヒートポンプエアコンとの複合施設園芸システム、その魅力と確かな成果を導入されたお客様にお聞きしました。第一のあれはもう燃料節約ですね、それだけが願いで、燃料が高いものですから。2回ほどあのデータの集計をあの出してもらったんですわ。それで、最初2月ぐらいの時には 30% ぐらいの削減はされてたと思うんですよ。こうしたコストの削減のほかにどのようなメリットを感じていらっしゃるのでしょうか。これの場合はもう常時これ回ってるから、湿度を1回下げたらずっとその維持してくれる。夜中ずっと朝まで、冬場の低温多湿な病気が少なくなる、そういう点は利点はありますね。夏場8月とかあの夜温が24度以上になるんですね。そこであの花が咲いても実にならないと、高温で。そのためにこういうクーラーの設備がついてるところのハウスであれば、夜温を1度でも2度でも下げて作付けが早くできるということですね。とそのだけあの収穫期間が長くなるので収量が多くなると。今までですね、あのデータを取ってるんですね。そのデータをもとに今後あの生産者はですね、それを活用して生産アップにつなげていきたい、そういうふうに考えております。また胡蝶蘭を栽培されている田原農園様では、ヤンマーガスヒートポンプエアコンを10年以上にわたって使っておられます。その信頼性についてお聞きしました。大きな故障っていうのは、実際一度もないです。あの機械のメンテナンスとかもあの定期的に引き取られるんで、特に
トラブルで呼んだっていうことはないんで、コチョウランの場合特になんですけども、温度が大事っていうので、温度管理ですね。でその開花調整でもって周年出荷をするんで、あともちろん理想的な温度で開花させる方がコチョウランのこう品質ですねにももちろん影響しますし、能力に余裕があるっていうのはすごく大事なことだと思います。やっぱり精一杯の20度よりも、まあ余力があっての20度の方が、まあこう晴れた日であったり曇った日であったりっていう環境にも対応ができるっていうことだろうと思うんで、はい、すごい頼りにします。と、まあ温度、上げなきゃいけない下げなきゃいけないとかも特に気にすることなく、もう寒ければ、ね、暖房運転しますし、暑ければ冷房運転しますし、この GHP の機械に関してはもうほったらかしというか、設定さえしてしまったらもうあとはスイッチ入れとくだけっていう感じで、なんですごく何ですかね、管理の負担っていう面では便利に使わせてもらってます。はい、ヤンマーはこれまで脈々と培ってきたテクノロジーを生かし、施設園芸のスタイル、規模、将来へのプラン、そんなさまざまなお客様の条件にきめ細かい新エネルギーシステムのご提案を進めていきます。施設の設計、施工からその後のメンテナンス、運営面まで総合的にプロデュース、条件に合わせた設置コスト、ランニングコストの低減など、安心のシステム運営で経営の効率化をバックアップします。ヤンマーが提案する新エネルギー型の施設園芸栽培システム、それはもう次の時代の施設園芸経営に欠かすことのできない省エネ低コスト型の栽培システムです。一貫した新しい機械化システムで省力化、低コスト化に貢献。命と自然を育む脳とともに、ヤンマーはグループの総合力で人と大地に優しい時代の先を行く施設園芸栽培システムを推進しています。ヤンマー。